普天間基地の移設問題で平野官房長官は、次回の政府与党の検討委員会で移設案が提示された後、実現可能かどうか防衛省などで検討する意向を示しました。委員の皆さんの案は、当然検討委員会には提示されてくるものとは思います。使用が可能なのかどうか、例えば、防衛省で、そういうことが検証できるところがあれば、そこでこれを検証してもらうとかいうことは必要だと。近く開かれる政府与党の基地問題検討委員会には、国民新党が名護市辺野古のキャンプシュワブ陸上部に滑走路を建設する案などを提示する予定ですが、グアムへの移設などを主張する社民党は反対しています。アメリカ側や地元自治体との調整を担当する北澤防衛大臣は、交渉のためには1日でも多い方がいいと述べ、今月中に検討委員会での結論を出すことが望ましいという考えを改めて強調しました。